皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画は海抜0メートルから登れる角田山をご紹介させていただきます。山登りに来たのに海水浴場に車を止めて、そこから灯台に向かって歩き始めます。この灯台、この階段がね、結構きつかったんですよ。こちらの角田山は公式に発表されている登山ルートが7つあります。その中で一番きついって言われているのが、私が今登っている灯台コースになります。正直ね、めちゃくちゃきつかった。足パンパンになりましたね。今の時間は5時20分ですね。ここから頂上を目指して頑張りたいと思います。これでどれぐらいなんだろう、半分ぐらいかな。結構見晴らしのいいところ来ましたね。登山開始から今30分が経ちました。今まではなんかね、森みたいなところをずっと突き抜けてきたんですよ。灯台から森みたいなところを突き抜けてきて、で今ですね、やっと開けたところに来ました。相変わらず蜘蛛の巣はひどい。でも景色いいですよ。日本海が見渡せるんでいい景色ですね。見えるかな。険しいぞ、かなり険しいぞ。皆さんは伝説のパンクバンドハイスタンダードって知ってるかな。この角田山の近くにハイスタンダードのボーカルの難波さんっていう方がやってるラーメン屋さんがあるらしいんですよ。今日私12時から午後から仕事なので食べて帰ることはできないんですけれども、また来た時食べに行きたいと思います。正直角田山舐めてたぜ、めっちゃきつい。人の声がするとちょっと安心しますね。遠くの方にね、2人いるんですよ。ちょっと安心した。なんかね、一応ね、ネットで見たらここは1時間半ぐらいのコースって書いてあった。うん、やっぱ休憩しながらだもんね、こんなに急だと。うん、これ雨とか降ってたら足は危ないね。うん、そうですね。うん、日陰だと涼しいですね。いや、到着しました。見えるかな。到着しました。角田山山頂ですね。標高481メートル。やっと着いた。疲れた、めちゃくちゃ疲れたね。ちょっとここで休憩しながら持ってきたおにぎりでも食べようかな。
海抜0メートルから登ると達成感が半端ないですね。確かに疲れたんですけど、また山登り行ってきたいと思います。一応1リットル水持ってきたんですけど、もうなくなりそうです。1リットルじゃ足りないね。あんまり重たくしたくないんで1リットルしか持ってこなかったんですけど、結構ねドローンとか撮影機材持ってきてるんで結構カバン重たいんですよ。頑張って入ります。山登りしてるとみんながおはようございますって挨拶するのがいいですよね。気持ちいいね。でね、結構ね意外に一人で登ってる人が多いんですよ。さっきも女性の方で一人で登ってる人結構いっぱいいた。一人で登ってると結構仲良くなれますね。どっから来たんですかとか、きついですねとかね、今日いい天気ですねとか、そういったところが一緒にね山登りとかするようになるんで、一人の山登りも結構ありなのかなっていう気がします。やっぱりみんな言うのが熊が怖いっていうね。だいたいね山登り一人で来てる人はですね結構好きなんですよ。高校の時に山岳部だったりだとか、昨日もねどこどこの山登ってきたんだよとかね、そんな人ばっかりです。俺みたいに登山初心者の人はあんまいないのかもしれない。結構急なんですよね。めっちゃ怖いわ。山の上から海が見えるのっていいですね。ここ景色めちゃくちゃいいわ。あれ佐渡島です。ここが多分景色が一番良さそうですね。今帰り道なんですけどめちゃくちゃ疲れるね。こっからもう一山越えないといけないんですよ。ここ東大コースが一番きついって言われる理由が分かりますね。今帰り道で1時間ぐらい下ってきてるんですけど、見えるかな、あそこの山、あそこの山もう一個越えないといけないんですよ。きついわ。今が9時なんですけど太陽もめちゃくちゃ出てきたしね。頑張っております。今日は約4時間かけて角田山を楽しむことができました。また行っていきますね。最後までご視聴ありがとうございました。